ばい、これ取っちゃうね。なってるなってるなってる。あ、すいません。今何を撮ってるかと言いますとね、今美郷町に来てるんですよ。熊本の美郷町というところに来てます。で、何を撮ってたかというと、あ、これ見えるかな、見えないか。実はここ二俣橋と言いまして、ハートの光が見えるんです。影が見て、おお、めっちゃ綺麗に写ってる。これはちょっとね、やばい、やばくないですか？ハート、かわいい。早速ね、もうハートがめちゃくちゃ映ってたから、で最初、なんかここに来る前に調査したところ、なんかまだ10月とか11月頃がなんか見どころっていうか、見える、よく見えるだろうって言われてたので、大丈夫かなって心配してて、来た瞬間にめっちゃハートやんと思って写真撮ったら、カメラの方がめっちゃハートに見えるの。本当に分かるでしょ皆さん、映像映ってませんハートに。でここなんと美郷町の二俣橋って、名前はね二俣橋って言って、二俣ってちょっとあってなるんですけど、まあ、これ見たらもうそりゃ恋人の聖地って言われてるんですけど、恋人の聖地だけあるよって思いますわ。これもう恋人と来たらもう名前は二俣橋だけど、もう二俣は専用ってなると思います。これ見ても二人ともラブラブよっつって、こっちを男性、こっち女性みたいなみたいな、こんななるような気がします。私もねこういう相手が欲しかったけど、今日はいないからちょっと一人で楽しみたいと思います。写真どんどん撮ります。これは映えスポットです。魅力グッド。指定文化財。またまた落とし。恋人の聖地です。見てください。二俣橋は恋人の聖地で、二俣橋を渡ってきたらこんなのがあります。じゃーん。え、恋人いないんですけど、ちょっとできるようにやります。これこうした方がいいんだから。恋人ができますように、ちゃんちゃん。じゃあこれはカップルできて一緒に誓い合うんですかね。私もそんな人ができればと思います。皆さん二俣橋いかがだったでしょうか。ぜひ熊本に来たら美郷町に遊びに来てね。なんか美郷の町と熊本がね、なんか見えるらしいスポットらしいんですよ。で、本当舗装もね、ちょっとねまだされてないね、道をね。ほら見て見て見て。もう崩れてたりするでしょ。今からこうね、こうね、いや、こうね、綺麗にするんですけど、そこを登ってきて絶景の場所を紹介していただきました。見てください、この絶景。熊本にはこんなところがあります。熊本よかとこ教えるもん。おお、ま、でもそんな山びこ、こんでも綺麗、声がちっちゃい。じゃあ、はい、どうぞ。待って、やばね、あの、声が小さいからとか言ってるんで、もう自分が多分やる気満々なんで、お願いしますね。はい、先生。でかい声でよ。せーの。おーせーの。
声で、はい、お願いします。ヤマメパワー、熊本よかとこ教えるマン。ちょっとね、さあ、桶岳橋のどこまで、まだ桶岳橋はどこか分かりませんけれども、熊本県指定重要文化財桶岳橋にやってまいりました。さあどうなる、私は生きて帰れるか、チャレンジ危険。あ、ほらもうこれは着くのかい、果たしてここに来るまでのね、道のりがね、もうずっともう一人で、あーとか言って、大変でした。おおお、なんかどんどん見えてきたぞ。皆さん、少しずつ、なんかがありそうな予感がしてまいりました。あ、こういうの好き、落ち葉踏んでさ、カシャカシャ言うの。空気は綺麗で、お、見ないようにしよう、ちょっと。ちょっといいのがありそうだよ。ちょっと音が聞こえてきたよ。滝の音が聞こえてきた。後ろでハッとかストップさん聞こえるけど、ちょっと気になっちゃう。ちょっと見てみよう。おお、それでは皆さんご覧いただきましょう。どうぞ。おお、あれはあそこの橋まで。せっかくだったら行った方がいいよね。中央から撮ったらもっと素敵なものが撮れる気がします。ちょっと行ってみましょうか。行ける？さあ、滝の近くに来ましたよ。あ、熊本県で重要文化財桶岳橋です。え、これ大丈夫？これ、いや、これ大丈夫？実はというと、ちょっとあっちからさっきの景色見えたと思うんですけど、これ通潤橋の実は元となったって言われてる橋なんですよ。大丈夫？私落ちたらやばいって。おー、見てください。うー、涼しくなったと思ったら、きれい、ほらこのなんか感じ良くない？これ紅葉の季節だとかなりきれいかですね、多分。ちょっと私こういうの無理だから、マジで。わかる、わかるよ。押すなよ。ね、まあ、でも本当にうまいやろね、ね。ねえ、もう。映像絶対見てる方いるけど、無理でしょ、みんなも無理でしょ。行くな行くな、ね、行けよ行けよじゃないからね、マリナ。あ、ダメダメ、無理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 。危険ですからね、皆さん気をつけてくださいね、もし来られる方いらっしゃいましたら。ほら見て、水を取り込んでおります。その下にね、ほら今私たち橋、あ、上にいたんですけども、橋の実は下はこういう感じで水が流れています。すごくないですか？すごい。
なかなかないですよね、そういう橋って。やっぱり下からの映像です。素晴らしいじゃないですか。ほらアーチ型、熊本って結構アーチ型の橋がすごい多いんですけど、三郷町は石橋と美人の町なので、こうやって石橋がね、石橋の橋がよくあると思うんですね。多分映像で見ていただければ、私が回ったところにもたくさん石橋が使われているのがあると思うんですけれども、石の石段というか、こうすごいと思いませんか。こうやって橋を作るんですよ。これいつできたんですか。江戸時代、江戸時代にできました。江戸時代からある橋です。まずは江戸時代に最初に橋が架けられて、その後はね、またね、修復とかあったと思うんですけれども、江戸時代から始まる深い歴史のある橋になっております。